はいどうも TT です。引き続き G1 牧場ステークス続きやっていこうと思います。牧場長ドサンコソウルが大人に成長しそうですよ。おやドサンコソウルの様子がドサンコ系のいやまあでしょうね。ドサンコソウルなんだからドサン系の競争部成長を遂げました。因子の受け継ぎ VGG あ根性因子が成長しましたね。隣り合った因子は融合してより強力な因子へ変貌することがありますよ。わからん。丈夫さが V なのね。根性が G でハードがスタミナ上限。うん強いかどうなの。今後はレースに出れるようになります。調教して優勝を目指していきましょう。こいつをとりあえず育てたいね。はじめまして私は近くの商社に勤めているものです。 OL 趣味の競馬クラブを充実させるために栗魂の写真を撮影に来ました。楽しみです。栗魂はねもうね期待できないから。こんにちは。ドサンコソウルが立派に成長したと聞いて見に来ましたが、なるほど素質は十分、あとはどう育てるかですね。あそうなの。そこでちょっと紹介したい人を連れてきました。先生お願いします。クマックスだ。こんにちは。特別調教師やってます、森のクマックスです。調教師クマックスが土地広げてくれるんじゃないんだ今回は。男爵君から話を聞いて中学の時に乗馬クラブの友達がいた僕が参上いたしました。乗馬クラブの友達がいただけでしょ。クマックスが乗馬してたわけじゃないんだよね。特別調教を依頼していただければみっちり来て、まあ友達にいれば大体わかるよな。ああ友達にいれば大体もう競馬のことわかるわ。パンプキン男爵に森の契約書を集めておきますので必要なら購入してください。それでは。いやークマックスさんの腕が確かなのは業界内でも有名ですから友達いるだけで早速購入行きましょう。購入してみるか。アイテム購入なの。あ森の契約書12万もする。森のクマックスと契約し高度な特別調教が行えます。やってみるか。森のクマックスと契約を交わし特別調教が4つ増えました。お任せください。スパルタ方式で徹底的に鍛えてあげますよ。ちょっとやってみる。特別調教。あーコインを使うんだ。忍者マスター。あーなるほどね。まあでもスタミナも欲しいな。だけどまあでも忍者マスターやってみるが高いけど。はいクマックス乗ってるよ。完了。あめっちゃ上がるじゃんこれ。いいね。そうだな一旦しっかり育ててみるか。こいつには期待していきたいからね。大成功。いいよスタミナ20万上がった。これ結構強いんじゃない。もう6万しかない。こいつには金かけてるぞ。もう一回いくか。いや待って出すのになんか金必要だったっけ。あ待って技能習得しよう。難易度難しいけどそうか。まあちょっとスタミナ一旦強化するか。95%。 ちょっと待ってよ。 D は速度器用瞬発 16%。 きっつ。メダルあるからなあれけど。でもスタミナは絶対あっていいと思うんだよな。どうだどうかな。スタミナを習得できました。 OK。 いやでもレースに出よう。賞金安いんだよなシンバ特別競争初挑戦のレースです。これ出れるの。これ出れるの。ドサンコソウル出れるね。ポニー待ってよ。サチスケ行くか。馬術81高いしね。うん結構人増えてる。いや行こうサチスケ行け。バネ魂。バネ魂が待ってバネ魂じゃあちょっとバネ魂速度落ちるけどスタミナと根性が増えるんだ。あーいらね。金がねえぞ。頑張ってくれよ。稼げ。写真で稼ぐんだ。っていうか栗玉市出馬投票って何？あ、もう申し込んでたっけ？ちょっとこの今回やる前にカイロソソさんの違うゲームを、ちょっと3日間ぐらいやってたんで、ちょっとね久しぶりなんですよね。だからあんまりちょっと覚えてないかもしれない。カイロソソさんのゲームって初め結構パンパン進んでってくれるんだけど、後半がね結構厳しいから時間かかるんだよね。いや広げたいな。っていうかそうだな、金たまらんかな。ついにシンバ特別競争、よし父さんこそおるかいけ。あれ栗魂は走らないの？どう？皆様こんにちは。今回は新馬戦です。埼玉競馬場には7頭の新馬たちが集めました。さあ本馬にドサンコソウル。うわいいんじゃない？うわ強い。何番人気？ 2 番人気先行でいくか。スタミナあるから逃げてみっか。最初から飛ばして先頭死守します。いやでも本当はまくりたいんだよな。1番人気能力とか見れないのか。いや先行でいこう。うんいや差しでいこう。いけ。さあどうだ。俺何番だっけ？ 1 番。帽子かぶってないやつ。あ幸助ぼ。うわスタートおっせえな。やっぱりこれか。まあ大丈夫、いいとこにはいる。やっぱスタートだな。やっぱ先行にすればよかったかな。調子に乗ったかな。やっぱ勝ってかなきゃ意味ないからな。そうだな、1つ目のレースは差しで様子見てからでもよかった。あでも結構距離あるね。1番人気がどれだ？えだけどスピードとか割と悪くなかったと思うんだけどな。でもスタミナとかまだあるしね。逃げてるやつが結構速いか。スタミナ尽きてないかな。あでもいいよ順調に上がってきた。3位。これ差しなのか。まあでもこいつのね馬の能力が高かったら差しのつもりでも速いみたいな時あるかもしれない。あ1位が見えた。1位見えた。いけ追い上げろ。うわ何あいつめっちゃ速い。なんだあいつ。3着か。おいおいドサンコソウル、俺期待してんだぞお前に。ドサンコソウル頼むって。いやちょっと待って、ドサンコソウルじゃなくて栗魂ちょっとレース出て。栗魂稼いでほしいんだけどな。まあ勝つとこれ500万も出れるんだ。栗魂って今どんな状態なの？未勝利戦500万1000万出れるんだっけ？エントリー。あ、出れる。あー、でも三角か。いや、ダートがいいね。ダートがいい。これ出れるの？あ、出れるね。栗魂。じゃあ、ここはポニーでいこう。ポニー頑張って。あ、疲れてんのかよ。まだ疲れてんのかよ、栗魂。待ってる間どうすんのこれ。7万、お金が。いやーどうしよっかな。もうちょっと頑張ってもらいたいなドサンコソウルには。こいつら休んでばっかだな。これもういいんじゃない？栗魂大丈夫だって。これレースのダートとか見れないのか。まあ500万のダートに行こう。栗魂1000万なんだな。ポニー。あいけたね。よし勝てるだろう。まあ、栗田橋に関してはもうちょっとカットしてもいいぐらいだもんね。特別指導紅葉馬売却流れリッチ、ああこいつはもう、ああでも流れリッチよりやっぱドサンコソウルの方が強いような。13万で売れるんだ。栗田橋8万、ドサンコソウル安いなあ。でも速度全然ないわドサンコソウル。いやそう見たら流れリッチ強かったんだな。もうちょっとドサンコソウルしっかり鍛えた方がいいかもな。あそこ通れるのドサンコソウル、いやそうだな、スピードもうちょっとつけてもらわんと困るか。ちょっと出すの早かったかな。だから金がねえんだよな。もう特別長期をさせたいけど栗魂が頑張ってくれりゃ。栗魂はもうほんと稼いでもらおう。こいつが多分G3 勝てるようになることはないと思うよ。一番人気じゃあもう追い込みからいくか。調子に乗ってしたら人気も上がるみたいに言ってたし、後ろからまくってガーっていってくれるのがやっぱ楽しいしね。いけ、あいつ逃げか早いな。あでもスタート悪くないな栗魂。栗魂ってなんかちょっと若干恥ずかしいんだけど俺がつけたわけじゃないからねこれね、勝手に決まってるから。なんか俺が別になんかつけた名前って思われたら嫌だから言っとこう。毎回言おう栗魂が由来だわ。俺つけてないからね栗魂って。大丈夫、いけいけいけ、さあいけ、間に合うか、追いつけるか、これ追いつけるか、いけるか、間に合わねえじゃねえかよおい。下手だな。3万に8万欲しかったから500万にしたのに。あフリーター知名度持った。いやー栗魂勝てねえのかよ。ドサンコソウルもうそろそろレース出ちゃうか。どうしよっかな。技能をつけるか。瞬発スタートだな。で 50% ぐらいまで。あ、これもう23枚使おう。73%。悪くないんじゃない？これで覚えてくれるなら。頑張れ！ 4 分の3ぐらい覚えれるはずだから。OK！ いいよ。瞬発。特別調教。スピードマスター。速度も上げたいよな。スピードマスター。どう？これでマッサージして疲労度下げればいいから気力あるうちにね。7は残しときたい、7は残しときたい。いや忍者やっぱ金ね。いいよいいよ、瞬発も上がって。しかもあんまり使わねえな。ポイントでいくか。折り紙マスター瞬発起用、速度上げたいな。よし大成功。おいいよいいよ。もう一回いくか。7残る、7残るね。よし7残るからいこう。これであでもいい感じに上がってきてる。マッサージ一旦疲労を取る。どんぐらいいる？ 3 しか減らんの。あ出れるかな、出れるかな。いやサチスケ意外に勝てないな。いやそっか。いやちょっと待って、ちゃんと俺ドサンコソウルは大事に育てていきたい。資金が少なくなってきましたね。仕方ありません。我が家に家宝として伝わる竹槍を売ることにしますもう高いはありませんのでお金の使いすぎに注意しながら牧場を運営しましょう。助かる。あ10万もくれるじゃん。竹槍高く売れるんだな。助かる助かる。だからもう一日待つか。もう一日待って疲労完全に取ってから。そうだな。しよう。レースに出そう。ドサンコソウル。栗魂どうしよっかな。もう引退でも売ってもいいぐらいだもんな、栗魂。今馬買うとしたら、ああでも結構高いね。あ、だけどメタボン系強いね、やっぱり。D ないもんね。あこ、あでもこっち側むしろ D でもいい。あ、待って、メタボン系いいじゃん。これドサンコソウルって決闘見れる？詳細。ドサン、あでもこれ D、 これ E なんだね。あでも瞬発は高いんだ。でも器用と速度は E ランクなんだ。はあ、なるほどね。そっかそっか。どうしよっかな。栗魂売ろうかな。これで馬で違う行動レース未勝利戦 OK。 栗魂じゃなくてドサンコソウル、ポニーじゃなくてこいつはもうサチスケでいこう。 OK で、あれだよな、栗魂はまだ出れないよな。いや栗魂どうしよっかな。稼いでほしかったけど稼げねえかこいつ。能力だけど悪くないんだけどな。器用もマックスなんだ。いや完全にもうドサンコソウルに負けてるもんなでも栗魂1000万までいけてるから、1000万プレイヤー、1000万プレイヤーっていうか1000万っていうか1000万の大会で8万って本当にひどいなこのゲームもう何割くれるのか知らないけどさ、馬主っていうか俺馬主でもあり厩舎でもあるってことだよね。もうちょっとくれてもいいんじゃない？ 10 分の1ももらえてないんでしょ。ていうか100分の1ももらえてないんでしょ。1000万で100分の1も10万だから、で俺8万とかでしょひどくない？もうちょい欲しいよな。次はちょっと先行でいこう。あんまりスピードが足りないからうん、差しとか調子に乗らずに先行でしっかりいこう。でも意外に金貯まるな。こうちゃんと見てくれてんだな。で10時からレースね。いや G3 まで行きたい。ドサンコソウルが G3 までは行きたいんだけどな。今だ何歳ドサンコソウルって。ああ開催ね。出走さあどうでしょう。何番人気だ作戦。あ1番人気。え5頭しかないの。いや先行でしっかり勝とう。さあ未勝利戦エア走ってる。ドサンコソウルいいよ。サチスケの能力上がってる。パカパカ駆け抜けるワイルド馬だよ。麦焼酎、あなんかそこで見たことあるやつばっかりだな。よし600m 短かったね距離。短い時こそ600先行は生きてくると思う。追い込みとかないからな。よし急いぞ。やっぱ若干スタート遅いんだけどな。あでもすごい速いね。もうこれ200いいよいいよ。もういいよ叩け叩け。ムチ入れろムチ入れろ。圧倒的な差で勝つんだ。いいね。オッケー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 。もう圧倒的じゃん。何馬身差ついてんのこれ。2秒ぐらい差ついてるよ。6番ナイスドサンコソウル。これ2歳か。ちょっとドサンコソウルもうちょっと特別調教のマッサージで休ませて次のレースも出そう。これでどうだろうな、出せるかな。あんまりこうやって連続して出さない方がいいのかな。まあそりゃそうなんだろうね。でもこれあんまり3って、あーどうだどうだしたらもうちょっとこっち側しっかり上げた方がいいかな。上げるか。大成功。いいよいいよ。瞬発20。うん。で、ちょっと休憩してもらおう。で、栗魂どうする？まあ、次のレースで決めよう。次のレース3歳だし、次のレースでもし勝てなかったら1000万いくか？うん。次のレースでもし勝てなかったら、いや待って、500万にしてるわ。1000万で9万円しかもらえないでしょ。500万でダートだし、ダート得意だもんね。うますぎ特別もろこし記念ん、これなんだっけ、草競馬安い な、草競馬ってなんであるんだっけ、草競馬ってなんだっけ。あ待って、でも知名度これ上げれるのか。もろこし記念出てみるか。もうここら辺で頑張っていくしかないんじゃないか。栗魂は12万か。いやでも一旦ここの牧場を広げたい、厩舎を広げたいのもあるんだよな。いくらだっけ。あ待って、建築、あ待って、馬小屋2個あるぞ。ってことは馬増やせるかもしれん。これでこういっちゃったら馬増やせんじゃん。さらになんか場所悪いな。でもこれ角度変えれるわけじゃないからさ、右向き、横向きとかの4頭も馬いても俺多分見切れないかもしれない。馬を大事に扱えなくなっちゃうかもしれない。っていうか1頭だけ大事になるかもしれない。でレース出すのめんどくさくなっちゃうかもしれないドサンコソウル、まあ1日休んだら多分もう出れるよな。だからここのレースの時に次ドサンコソウルはレースに出よう。レース申し込もう。でここで違うレース、あそっかレース終わるまでは出せ、そっか4頭いても1回月に1頭しか出せないのか。モロコシ記念。いやこの結果はもうちょっとカットしていくか。よーし頑張れよ頑張れよ。残り 100m 残り 100m いけー。おお格下には強い格下には強いぞ。ベスト出た栗魂3万2000。あでもそこそこ稼いで、あいいよ学生フル。人気上げていくとね多分稼げるっていうこともあると思うんで。でレースに500万が出せるのかな。栗魂じゃなくてドサンコソウル行こう。ポニーじゃなくてサチスケ。サチスケあんま勝てないかな。でもポニーよりはサチスケの方が能力的には高いんだけどな。あんまり勝てないな。いいぞいいぞ、ここで稼げここで稼げ。2200円いいよいいよ。こっちがうちメインの収入源だからねこっちで稼ぐからな。レースで3万とか4万ぐらいしか稼げねえから。 G1 だったらめっちゃ稼げんのかな。どうしよっかな。クリスケ、まさかのクリスケ、栗魂栗魂何栗助ってもう一回栗助でもいいけどな。栗魂引退回避したな。頑張って勝ってくれたしな。いや毎月違う2ヶ月本当の馬の競馬ってどうなんだろうね。3ヶ月ぐらいとか開けんのかな。1回レース出たら年に4回。いやでもそんなことないか。年に4回だったら3歳とか4歳の時に3レースか4レースぐらいしか出れないってなったら稼げないか。G1 めっちゃあるもんね。月1ぐらい走るのかな。あ、どうだ。1番人気先行。よし、東クメール、待って、ビールっぱら三段バーラもちお落馬骨折のん落馬骨折落馬骨折の落馬して骨折のね。よし行くぜ、頼むぞサジスケ、そろそろ勝ってくれよ。スタート、スタート重要だよ。うん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 、悪くないんじゃない、悪くない悪くない。でダートも適性あるからドサンコソールいいよいいよいいいい。やっぱ先行がいいのかな。やっぱ馬とかそのジョッキーの得意不得意もあるみたいなの書いてあったけど、どこで見るのか分かんなかったけど、こいつは先行がいいのかもな。これ分かったでしょ。あ、やっぱ強いかも。ドサンコソール期待できるかも。新馬戦こそ、うわめっちゃあるじゃん。さあいけるいけるいける。新馬戦こそミスったけど、あ楽しい楽しい。ドサンコソール次1000万いくぞ。クリスケクリ魂どうすっかな。23万まで増えた。広げれるかな。土地権利書20、いや際どい、ギリギリすぎる。これは調教コース、ああそういうのね。まあ品質とかも多分ね後々絶対上げていかなきゃいけなくなると思うんだよな。もう言ったってカエルソフトさんのゲーム結構やってるから分かってきてますよ。ちょっとドサンコソウルちょっと休んで、特別調教でマッサージ、ここはちょっとしっかりマッサージして、これ大成功で6減ったりしねえのかな。1日で休んでなんとかなったりしないかな。もう次出したい。もう若い時にねどんだけレース慣れできるかっていうのが重要だから。知らんけど全くもって知らんけど、でもな6避けたんだったらな、これもやりたい気持ちもあるんだよな。どうしようかな。スタミナも上げたいよな。一旦上げるか。大成功、いいよいいよ。うん悪くない悪くない。アイテム1個なんだろう、回復、これ何、速度アップに効果的。あー使ってみるか。どう ?30 上がった。あいいよいいよ、期待してるから。お前うちの存続をドサンコソウルにかけてるからな、頼むぞ。あフリーター、あ牧場長さんこんにちは。俺牧場長って呼ばれるのなんかちょっと違和感だな。いつも牧場の運営ご苦労様です。私もしっかり働こうという勤労意欲が大幅アップした今日この頃です。フリーターだからな。実家に帰った際に素晴らしいアイテムを見つけたのでぜひご利用くださいませ。競馬新聞なんですかそれ。休憩所はお土産で効果的。まあ買ってみるかな。それを選ぶとはお土産が高い。他の商品もいるかい。いやいい。休憩所でお土産、お土産か、まあいっか。ここでちょっと一回使ってみるか。品質上がったら値段も上がる。あー300円も上がるの。あこれは助かるね。お土産屋もやってみよう。お土産屋これかな。この施設の見学者さんは評価ゲージがアップする場合、お客さんの評価ゲージがたまれば新しい馬が多くの評価をもらう馬には周りに植物を入れたりして施設の品質を上げるというよりです。お土産屋品質上げを競馬新聞でどう500円も上がる。でかい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 よ。いいよいいよ。この間なんかレース出したいんだけどな。栗魂出るか。うんレースに出る。1000万いくか、行ってみるか。うんポニーで勝てるかどうか知らんけど、勝てたら儲けもん、負けても多少金はもらえるでしょ。これ出走するのに金かかった。出走だって、出走するには金かかんねえのかな。当初1000万勝ってくれたらいいけどな。そしたら次 G3 か。 G3 ぐらいまでいけたらな、可愛がれるな。さあ1000万出発いけ。あ、でも全部自体とかなってる。あ、でも2番人気じゃん。いや、ここはもう差しじゃない、先行。ひばり顔20インミ中央反復横跳びリンリンリララララ、ともみ真珠。ともみ真珠って何？いくぞ。いやー、これ勝ってくれたらちょっと栗魂も可愛くなってくるぞ。どうだ？あ、スタート出遅れてる。ポニー頼むよ。スタミナ使い切らずにね。あ、だけど距離短いからスタミナある程度使っても問題なさそうだな。残るでしょう。さあどういうコースよ、このくねくね。今んとこいいよ。後ろから追い上げが来るかどうか。どうだ、逃げ切れるか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 。ほほポニー強い。栗魂1000、あ、そっか1600万のか。栗魂やるじゃん。意外にいけんじゃん。なめてたかもしれん。こんぐらいはいけんのな。何歳 ?4 歳もう栗魂はもう限界まで走らせるか。ドサンコソウルレースに出る。あれ待って、もう速度と瞬発マックスだ。あ、これ限界も。ああ、1000万なのに1000万出れないんだけど。未勝利戦しか出れない。え、なんで1000万なんで出れないの？ドサンコソウル今1000万出たから。え、どういうこと？まあいいか、未勝利戦出すだけど1000万なんだよな。なんで出せないんだろう。今栗魂が1000万レース出たからかな。でも1600万出てるんだけどな。え、どうだろう。ていうか、そっか、もうドサンコソールもう限界か、能力の。ちょっと思ったより早いな。もうちょっといけると思ったんだけどな。これいいぐらいでもう限界とか来てんの？マジか。いや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 、期待できないか。待って、これでドサンコソウル、あ、やっぱ未勝利戦しか出れない。まあいっか、じゃあ未勝利戦出といて。うん、ドサンコソウルで差し付け OK。 よーし、これでじゃあちょっとレースまで行こうか。さあ未勝利戦、なんで1000万いってんのに未勝利戦なんだろうな。まあ、勝てるでしょう。もうこんなの余裕見せて。待って、でも600だったら先行でいくか。いや、差しだな。差しでいくぞ。いけ、差しでいけるはず。どうだ、頼むぞ。2番ね、2番ね。うんうんうん、悪くない悪くない。どうだ、あ、これはいったんじゃない？どう？これで差しだからね。後半さらに追い上げるってことだからね。そういう体力を残しながら走ってるはずだからね。うわ、もう圧倒的。ほら、もう1000万やらせてよ。なんで未勝利戦なのずっと。無駄に体力増えちゃうから嫌なんだよな。これでもう出れるかな。これで、あ、次500万か。500万か。出れる？参加しちゃえか？ちょっと待って、どんぐらい、あ、結構疲れてるね。いや、まあでもマッサージすれば大丈夫だから、マッサージしたら出れるでしょ。うん、マッサージご了承して大事に育てるっつってんのにご利用ししてって言い出した時点でもうそれは、ま、もう大事に育ててないのよな。大丈夫大丈夫、うん、こんぐらいマッサージしとけば出れるね。よし、出れるわ、出れる。500万、500万ぐらいだったらもう半分ぐらいの走りで大丈夫。ゆっくり走ったって勝てるんだから。さあ来ました、500万、ダート。まあ一番人気でしょう。いけ、こんなの余裕で勝てると思うんだよな。次ちょっと栗魂もレース出させるかな。勝てるかもしれん。大丈夫か、勝てるかもしれんな。そっか、500万があるのか。500万1000、1600万。これどういう金額基準なんだろうね。500万1000、1500万でいいような気がするけど、なんで1600万とかになるんだろう。1600万次が G3 か。3000万超えがもうなんか G3 みたいな扱いなのかな。もう圧倒的なんだけど。ほらもうウイニングランぐらいのんびり走ってるよ。何馬身ついてんのこれもう圧倒的な6秒ついてるじゃん。よし、地方競馬会も満足してもらった。次はドサンコソウルじゃなくて、こんにちは、なかなか活躍していますね。最近よく噂を聞きます。そこで万馬券出したい牧場にはレース2頭出走、あ、レース2頭出走する許可を与えましょう。今まで許可なかったんだ、2頭だから出れなかったんだなるほどね。1600も行こうぜ。あ、なるほど、2頭出せる。いや、とりあえずはいいわ。え、だってこいつまだ1600万いってないもんね。次だってドサンコソウルの次のレース、ああ、同じレースにしか出せないの。逆に違う、その違う金額のレース、え、逆にも1600万にこいつ出せたのかな。出せるんだったら、まあでも疲労がちょっとえげつないな。限界まで上げて能力をね、スタミナとか器用さを上げて、でまあ繁殖馬にしてもいいかもな。そしたらもともといたやつもいらないかもな。馬でも G3 だもんな。でも能力的にはもう全然、うん、もう流れリッチだから、流れリッチがこれで G3 なんだから、こいつは間違いなく G3 で勝ててもおかしくないぐらいなんだよな。まあ、G2 まではさすがにいけないのかもしれないけど、 G3 は勝ててもおかしくないよな。騎手なんかいいやついねえかな。アホみたいな能力のやつ、そいつを雇うっていうのもありだと思うんだよな。さあ栗魂、いやドサンコソウルめっちゃ疲れてんな。っていうか37万あるから俺広げるわ。まず土地権利書で、あ、普通にあっさり広がるね。いい感じに広がりましたね。さて次は他にはいかがですか。品質上げてっか。品質上げるの多分重要だと思う。あ、でも買うたんびに値段上がるのね。ちょっと取っとこう。さあ1600万どうだろう。いや、いけるかな。厳しいかな。2番人気、それでも2番人気。いやー、どうだ、いけてもおかしくないのか。いや、スタート遅っ。初めの方の馬でもギリ G3 いけたりするぐらいの能力にはなるのかな。ってなったらやっぱり馬って血統が重要なんだな。ね、まあ当たり前なんだろうけど、やっぱ生まれ持ったセンス、才能、そんなのが血によって出るのかもね。もちろんその育った環境みたいのもあるのかもしれんけど、おい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 、栗魂の限界がここで見えたぞ。仲良く走ってるぞ。5位6位対決してるぞ。いやマジか。まあそうだな、こんなもんだろうな。16000。なるほど、栗魂の限界見えました。ってなったらもう栗魂売りてえな。どうしよっかな。いやどうしようかな。てか1投目の G3 のやつ売るの早かったな。栗魂でももうちょっと潰してもいいかもな。うん、もうちょいレース出させて稼がせよう。やっぱりこいつには稼ぎ頭としていてもらおう。低いランク1000万ランク、あ、次はいくらドサンコソウルが1000万出れるから、1000万でこの2頭出そう。そうだな、栗魂疲れてるけどいいでしょう。寝てると一気に疲れ取れるね。よし、これあれかな、年齢ともに疲れが取りにくくなるとかそういうのあんのかな。ドサンコソウルレースに出る1000万、エントリードサンコソウルはサチスケで栗魂。これだけど同じレースってこと、どっちかがいけいけ、どっちかが1位でどっちかが2位になってしまうってこと、どっちも1位はなれないってことだもんな。多分同じレースに出るんだから。面白いかもな。でもドサンコソウルと栗魂の栗魂、あとさ、栗魂ちょっとせっかくだから、俺も鬼じゃない、マッサージしてやる。あ、お前マックスじゃん、速度も瞬発も器用もね。えこいつの限界か、ほんとここってことだもんな。いやこいつに関してはもう牝馬にするっていうよりも売ってもいいかもな。何歳、4歳ぐらいまで頑張れるの。いやでも俺なんか競馬そんなに買ったりとかしないけど、たまに買った時に見るのは5歳とか6歳とかいたりもするんだよな。ってことはそこまで頑張れる子もいると思うんだよな。だから栗魂にそこまで頑張ってもらうかって言われたら、もうこの厩舎の一枠開けてもらいたいっていうのもある。馬小屋の一枠をね開けてもらいたいっていう気持ちもあるからな。でも次子供産ませるんだったらドサンコソウルの子供産ませたいんだよな。いやドサンコソウルが G3 まで行くかどうか次第だな。せめて G3 まで行ってくれるんだったらもうドサンコソウルで行くけど、行かないんだったら初めの1投目なんだっけ、流れリッチを元ネタにするっていうのもいいかもな。したら流れリッチ売っちゃってもいいしね。これだけどさ、よく考えたら馬高くなってんのかな、栗魂。あドサンコソウル47000まで上がってる。いいじゃない、いいじゃない、いいじゃない。あー、この辺、うん、これちょっと後だな。買うたんびにお金増え、金額変わってくるんだったら。よし、これで出発2頭乗車中、ついに2頭出れる芝800。作戦。ああ、選べるんだ。ドサンコソウル差し栗魂、あ、じゃない、先行でいってみる。1番2番人気じゃん。よしいけ。待って、他の馬はああ同じやつだね。見たことあるやつ。よし行こう。このレース頭悪いよな、厩舎。だってどっちか勝って必ずどっちか負けるレースに参加してんだからな。でもどうなんだ、同じ厩舎から2頭出すとかそういうパターンもあんのかな。栗魂負けてくれないとドサンコソウルが次のランクいけないんじゃないか。さあどっちと、さあドサンコソウルが抜いた。ドサンコソウル1着。いや強い。1000万じゃ強いな、うち。あ、でもこれ12万稼げるか。さあ1600万になった。ああミント銀行もいいよ、いいよ。ミント銀行来るの？来た。こんにちは、真心の金融機関でおなじみミント銀行のものです。この度私たち創業50年を記念して草競馬を開催することにしました。商品には貴重なアイテムを用意しましたので、ぜひご覧ください。こういうのはもう栗魂でいいな。でドサンコソウルはメインレースを軸に出てこう。ドサンコソウルちょっと気力残ってる。マッサージで4回できるんだな。4回できるってことはいくら ?7504 3万かかるんだ。3万使って12疲労取れる。悪くないんじゃない。で寝ることも考えたら4回やったら次のレース出れるんじゃない。酷使、めちゃめちゃ酷使してこう。これじゃ無理か。もうちょい、そうだな、もう一日待った方がいいか。大丈夫かな。6個もある。ああミント銀ステークス1600万。疲れてるって言われるかな。あ、言われない、いける。でこのドサンコソウルのレースが終わったらミント銀に栗魂出そう。そっち側のね、草競馬メインでやってく馬に任命する。栗魂お前を任命する。頑張ってくれたまえ。ちょっとなんかお土産稼げてなくない？最近お客さんの入り悪いんじゃない？うちのメインの収入源。ソフトクリーム屋。魅力が、何？お土産屋。記念パネル。いや、まあ品質上げてってもいいけどな。まあ品質上げたら稼げるもんな。あ、待って、これドサンコソウルどうせあったら休憩しといてくれればいいのにな。まあいっか。さあどうだ、芝1200 1番人気。あ、桃江ちゃん、頬のブルブル、カバディ大好き、アルミ缶のスチール。アルミ缶のスチール。バイオリン弾けない。バイオリン俺も弾けない。バイオリン弾けないよね。てか弾いたことないかも。バイオリンを手にしたことがあんまないかも。楽器っていろんな種類あるもんね。スタートうまいやつやっぱいいな。あれこれ大丈夫か。先行だぞ。1番逃げか。見てなかったけどこいつ速そうだな。あ、でも距離まあまああるか。あとはもう疲れが出るかどうか。疲れちょっと残してる。あ、いいよいいよ、大丈夫大丈夫、落ち着け落ち着け。さあ最後の直線か。ちょっとずつちょっとずつ置いてる。ちょっとずついってる。抜け。よし。これで G3 か。 G3 バーうわ、後ろ来た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 。お、危ない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 。オッケー。危ない。楽しい。楽しい。何これ。11万もらった。あ、G3 やった。ドサンコソウル。いいね。楽しい。ゲームなのにドキドキする。栗玉市も次出れるかな。ミント銀ステークス。栗玉市で、ポニーちゃん。行ってきていい。いやー、いいぞ、次 G3。まあ、4歳ぐらいまでは、まあ、ドサンコソロ一旦、そうだな、引退まで行ってみてもいいぐらいだよな。普通になんかもう引退しましょうって言われるのか、なんか能力が落ちてくるのが分かるのか、分かんないけど、それ知っとくっていうのもいいかもな。ただだけど、もうちょっとこの、能力の限界分かっちゃってると、あれ器用さマックスじゃなかったっけ？速度と瞬発だけだっけ？あれ伸びてない？しかもあれ年齢とともにマックス伸びたりするのかな。3歳になったらもうちょっと伸びるとか、限界値伸びるとか、そういうことあんのかな。どうなんだろう、全然分かってないぞ。そこら辺を理解していかないといけないな。ミント銀ステークス勝ったら何もらえるんだろう。でも34万。お金もだいぶ。さあ、年齢が上がりました。これで、ドサンコソウル。あ、いや、キヨもマックスだ。年齢上がったからって伸びるわけじゃなさそうだな。馬の素質はもう生まれた時から決まってるのか。限界値っていうのは。牧場長、今日で栗魂が4歳になりましたよ。円熟した魅力が増していますが、ちょっと丈夫さが劣り始めているようです。回復力も弱くなりますので、今後は疲労度に注意して育てていきましょう。今後は引退時期も意識しながら育てるという。あー、なるほどね。もう栗玉4歳でそんぐらいになるんだ。じゃあ栗玉市、このミント銀ステークスを最後にするか、引退レースにするか。別にいなくてもいいよ。美奈子のクリスタル、美奈子のクリスタル美奈子ちゃんのクリスタルをドリムコーサンクス、ドリムコーサンクス、ドリムコー10万石、10万石ミントホワイトム、これ強そうじゃない。あ、でも5番人気だ。他の馬のに能力が見れてるわけじゃないから分かんないけど、さあどうだ。またハラハラドキドキしたいよ、レースで。いや、どうしたどうしたどうした、年のせいか。いやでも早いな。悪くない悪くない。これでもこのゲームってどうなん、その遅い馬が仮にいたとしても掛け合わせてった方が強くなるのかな。そういうことでもないのかな。こういうの、これと掛け合わせたら遅くなっちゃうみたいな。おお、どうしたどうしたどうした、どうしたおい、栗魂、栗魂どうした、勝てないのか ?4 歳だから。美奈子のクリスタルだ。美奈子のクリスタルか。クリスタル美奈子か。そうか、どうしよっかな。これ引退するのも、あれかな、値段下がったりするのかな。売っちゃうか。うん、売っちゃえ。私の力出し切りました。今後も一ファンとして牧場を応援していきます。そんなこと言うのというような顔をして乗馬クラブに引き取られてきました。あ、何あれ ?OK。なんかおかしくなったね、今。じゃあ、馬種付けしようかな。流れリッチ、ドサンコソウル。あ、ドサンコソウルもできんの種付け。いや、だったらドサンコソウルでいきたい。今回は何の種付けしましょうか。高慢能力が上限を伸ばしたい場合には、好みの遺伝因子を持った牝馬、種付けは奥が深いため最初は難しくも何度も挑戦して経験を積んで名馬誕生を目指しましょう。これ結局高い方がいいでしょ。分からんけどそういうもんじゃないのかな。そうなんかドサンコソウルの因子と合わせた方がいいみたいに言ってたよな。ハートある SG がない。でもハートあるからプラスオンになるんじゃない。だとしたらこの斜塔系いや分からんけどもともとの能力はやっぱメタボン系強いんだからこれでいいでしょう。んよく分からんけどいけ。ドサンコソルが相手の牧場に移動しました。子馬の誕生日に乗りましょう。あこの間待たなきゃいけない。なんかレースできる馬欲しいな。なんか買うメタボン系買って育てる一頭もともと悪くなそう。いやでもそんなことしたらなもう一頭いやダメか。もう一頭産ませてももう置けないのか。いいかこれ待ってる間にこれもうこいつらで稼いでもらうか。てか逆にこいつらのさ騎手の能力上げてみるか。ポニーちゃんとか気力もあるし。いや待ってよだったらサチスキ上げるか。縄跳び縄跳びしてほら 1?1? 7500円使って 1?3?10 ちょっとこいつらもうちょっとやっとくか。この1とかにどんだけ効果あるのね。ポニーちゃんどう思う。ポニーちゃんでもポニーちゃんひょっとしたら一気に上がる可能性ある。ポニーちゃんは伸びしろあるとか2 伸びしろですね。伸びしろですね2。体力作り1。いや多分金がもったいなく見えるわ。7500円とか1万で1とかしか2とかしか上がらんかったら。ドサンコソウルこれ子供産んだら帰ってきてくれるよね。もうそのまま種付け場にとしてなりまして帰ってきませんみたいにならんよね。大丈夫かな。そんな途中で種付けさせることとかあんのかな。あんまり聞かないよね途中で種付けさせるみたいな。まあでもない話でもお前ら観光客馬もいないのに何しに来てんのもう本当に馬見るんだったら分かるよ。いないからねここに馬は。プール入ってっか水着持ってきあ冬だったわ。屋外プールだったうち。てか屋外プールで馬入れてんのめっちゃ寒そう。これなんかでも置くかそろそろ馬小屋どうしよっかな。なんかここら辺とかに置いて。いやだけどさいいんだけどさそんなに馬持つ気ないのよな今のところ。2頭ぐらいでいいんだよな。もうなんか新しいなんかさ新しい研究とかあるわけじゃないもんな。うん暇だよドサンコソウル暇だよ俺。ちょっとじゃあ待ってみるか。おお子馬が誕生しました。で帰ってこいよ。もう4月だよドサンコソウル。もう4月だよ。戻りました。あ戻ってきた。お前レース出ろドサンコソウルレース出ろ G3 すぐ出て待ってたってお前を待ってた。能力上げてましたよサチスケが。まあ、ちょっとしか上げてねえけど。あ一緒に寝てる。あまだ子供だからだ。いや勝手にやっぱ名前決まるんだな。ピザドサンコピザドサンコピザいいじゃん覚えやすいぞ。一発系メタボン系流れリッチドサンコソウルうん。こいつ期待できるんじゃない？馬ってやっぱりこのあれかな、親戚同士みたいな感じの子供の産ませ方したらやっぱダメだったりとか、そういうのあんのかな。人間みたくね、なんかその親戚同士で子供産まない方がいいみたいなさね、なんかそんなのあるよね。でも俺その理論でいくならまあわかんねえけど、ほんとアダムとイブとかじゃないけど、初め人間ができてそんな一気にそんな何十種類もいたんだったらまだしも、絶対もう先祖のそこら辺はもうだってもう親戚同士で子供作らないと増えてかなくないかって思うんだけどね。まあだから今だからこそでダメって言われてるのかな。昔は良かったよみたいな感じなのかな。さあ G3 スマホに変えちゃうのみたいな。モモンガッツマン、モモンガッツマン、人参大好き、ゲーム配置時間、おまるですき、のどぼとけ出てる、3番人気だ。さすがに厳しいか。ここぐらいがやっぱり一つの壁かな、 G3 が。さあどうだ、頑張れよ。スタートは遅い、相変わらずスタートが悪い。さあ距離はまあまああるね。あ、でもそうでもないか。3番。あ、でも悪くない。スピードあれ 2着につけとけばよくない。先行で。スタミナまだある。半分超えてまだある。能力は結構限界まで上げてるっちゃ上げてる。スタミナがね、まだもうちょい上あるけど、それ以外は結構上げてる。これで勝てなかったらもうあと決闘のせいにするしかないな。決闘というか血。いやーダメだな。3着うわ後ろから追い込んできた。あいつかっこいい、かっこいいけど1位取れてないからな。追い込みのタイミング、うわーそうか、ちょっとダメだったね。もうドサンコソウル申し訳ないけど、俺の中でもピザドサンコの方が気になっちゃってるよ。ドサンコソウルのストーリーが頑張ってくれよ。いやーどうしよっかな。でも G3 までこれ、あもう全マックスじゃん。もうお前の限界じゃん。でもそうなってきたら馬もう流れリッチいらんかな。全てにおいてもうドサンコソウルのが上になっちゃってるから。あだけどこいつ13万7000なのにこいつ9万8000だよ。ドサンコソウルの方が安い。なんでだろう、なんでだろう。一応取っとくか。なんでだろう、ドサンコソウルの方が頑張ってるような気はするんだけどな。はいということで今回ドサンコソウル編やってきましたね。次回はピザドサンコ編になるのかな5年目、そろそろ強い馬生まれてもいいと思うんだよな。あ一緒寝てる、一緒寝てる。これでも大人になったら別々で寝るよな多分。うん、次回はピザドサンコ編やっていこうと思います。ということで、今回はこの辺にしようと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。